レオンチャンネルのアイコン検証動画ということで、食玩ガシャポンでいろんなアイコンが発売されて、また気になることが出てきましたので、検証しながら遊んでいきましょう。まずは闘魂ブーストゴーストアイコンの中身を見てみましょう。デラックス版も中身チェックしましたが、基板とか配線とか電池が入ってて、物々しい感じでしたよね。今回は音声ギミックがありませんから、どのような構造になってますでしょうか。で、引っ張ると、はい、まずは、おー、取れました。正面のクリアパーツはこんな感じですね。そして、おー、内側のクリアパーツはこうなってて、赤をベースにブラックの塗装。シールはデラックス版とほとんど変わりませんね。このパーツも取りましょう。おお、内側の構造は通常のゴーストアイコンとほとんど同じですね。ここに4面のプラスチックパーツがあるかないか。構造的には全く同じですね。引っ張るとこのようなパーツ構成になってます。ちなみにフェイクのスピーカーパーツは内側から見てもパーツが見えなくって、中に金具か何かが入ってて、スピーカー風に作ってあるんですね。なかなか細かい。特に電池ボックスとかもありませんから、パーツ構成はシンプルです。例えば、僕の手元に余り気味のツタンカーメンのゴーストアイコンに、闘魂のパーツを、おー、はまりますね。はめることで、闘魂ブーストツタンカーメンゴーストアイコン。おぉ、ネーミングが長い。作ることなんかもできますね。デラックス版と違って、形状自体は他のアイコンと共通です。ちなみにパーツ構成的に押すことはできなくなります。そして闘魂ブーストの方は白目部分がこんな感じになって絵柄もありませんから、ある意味ブランク状態が完成しましたね。食玩ガシャポン版はスペース的に中に余裕がありますから、これだったら例えばツタンカーメンの真ん中の4面ブロックを移植というかはめ替えて、ここにセットすれば、お!いけますね。これで白目とクリアパーツをつけてボタンを押せば、おー、これこそ闘魂ツタンカーメンかな。このような4面チェンジも OK。 ぐるっと見回すとこんな感じですね。上は闘魂ブースト、単体の音声基板がない分こういう遊び方も一応はできます。そしてもう一つどうしてもやりたかったんですけど、ロビンと仮面ライダーダブルのアイコンをミックスして前と後ろを全部グリーンにすることで完成、仮面ライダーサイクロンゴーストアイコンです。はい、ベースをグリーンにすることで緑一色になりましたから、一部爪の甘いところはありますけど、仮面ライダーサイクロンのような全身グリーンになりました。やっぱり白目部分がメタリックだとかなり見た目がかっこいいですね。簡単にパーツを入れ替えてるだけですから、この状態のままボタンを押して絵柄を変えることもできます。ゴーストチェンジ、ダブルマーク、複眼、R11。はい、ということでレオンチャンネルのアイコン検証動画、今回もいろいろと検証しながらプチ改造なんかをしてみました。食玩ガシャポン版の闘魂ブーストの中身でしたけど、やっぱり他のアイコンと同じようなスイッチになってて、白目部分の炎柄のクリアパーツはデラックスと同じような手の込んだデザインでしたね。とりあえず余り気味だったツタンカーメンがかっこよくなりましたし、サイクロン風ゴーストアイコンは思ったよりそれっぽくなったので個人的には満足しました。以上、レオンチャンネルのゴーストアイコン検証動画でした。